今回も漢字の豆知識を紹介していきます。ではまずこちらから、こっちなのかこっちなのか、これも迷いやすいケースの代表ですね。単純に言えば、縦画があれば突き出て、なければ止めます。縦画は1本でも2本でも同じです。またこちらのように左斜め下に伸びていても同じですね。こちらのタイプは問う、説、求、沿う、信、陣などがあります。こちらのタイプで斜め線のものは訓、軍、沿うなどで、まっすぐの縦画は字、律、剣、問うなどがあります。縦画にプラスアルファがついていても同じで、対、剣、問うなどのようなものでも法則通りです。さて次はこちら、こっちなのかこっちなのかの不安になる選択ですね。基本的に子、キツ、キなど音読みが家業の漢字はこちらを使います。また音読みが家業でなくても、これのみで作りを構成する漢字は下が短くなります。し、し、し、そうなどを覚えておきましょう。じ、ほう、たつ、せきなどは下が長い、こちらを使いますね。ここで注意したいのは、部首が土編であるため、音読みが家業でも土と書く字があります。法則の例外として、けい、き、けん、こんを覚えておきましょう。今回は以上です。ではまた次回。